頭のてっぺんを押すと、うん、体の歪みを取ったりとか、うん、体の余計な力みを抜く作用があるので、うん、すごい疲れてる方だと結構痛いんですけど、うん、痛い超痛い超痛いですねそうなんですよ、超痛いけど、やった後は結構楽になる。健康な人はこれ押されても痛くないんですか？あ、そうですね、気持ちいいぐらいで、あやば、ここエネルギーが入るところ、出会うところと言われてるので、ここがこう いい状態だと、まあ結構運も健康的にもいいけど、これは悪くなっちゃうと入ってこないっていうか、回らなくなっちゃうっていうか、痛いですね。スマホは最近見てますか？見てます。やっぱり見ちゃいますか？見ちゃいます。あれやっぱ依存性ありますよね、すごい。私もついネット見ちゃうんですよ。うん、リアクションがあったりね、するじゃないですか。うん、目が疲れちゃうんですよね。うん、硬っめっちゃ硬くなってますね。痛っ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 、首凝りまくってます確かにクエマイヤーって言われた時、こんな痛くなかったの。いや、そうそう、こんなには硬くなかったです。普通に気持ちいいみたいな感じだった。うん、そう、今日はちょっと調子が悪いから。あ、でも左そこまでじゃないですね。こっちそんな痛くないですよね。うん、あ、ここ痛そうですね。うん、最近なんか前より頭が重く感じるんですよ。うんうん、顔がでかくなったのかなと思ってたけど。でもちょっとこう腫れたい感じあるから、多少むくみはあるかもですね。痛っ。ちょっとお顔、美顔ツボです。痛っ、これ何なんかこれあれなんか響く感じで痛いですよね。花火が、うん、花火花火が見えます、ね、花火が散ってるあ、なんだろうこれ、新しいこの痛さまだ痛い。神経が目がチカチカするんだけど相当疲れてますね。やばいんだけど今の。あ、怖かった。あのちょっと、あ、いや、こうまだなんか目がおかしいもん。ちょっとここら辺は新しかったわ。新しかった。この辺そんな強くしてないんですけど、うん、今多分ちょっとあの鼻、うん、ちょっと多分この辺もしかしたら炎症があるかもしれないですね。神経の出口あるとこなんで、なんかあっちこっちよ、ね、あっちこっち。まあでも疲れるとね、いろんなとこに出ますから。ですね。はい、なんか炎症って言って、まあ一番思ったのは手の五穀なんですけど、うん、そこなんでしたっけ。あのこっちが五穀ですね。痛い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 。これ炎症を抑えて、あ、痛い痛い、これ痛みを和らげます。押してる時が痛いですよね。痛い痛い。これ美肌ツボです。痛い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 。自律神経、自律神経です。ただの腕なのに、なんで、やっぱ今自律神経が弱ってますね。あ、うん、これ自律神経が
正常に働いてる方だとこの中指のところが持ち上がってくるんですけど上がってこないので、はい、多分こうやっぱり乱れてます。あら、はい、あ、なんかだんだん自覚していくと腹立ってきますね自分の体に自分の体怒っちゃダメですよ。大事な1個しかない体ですから痛いと思うんですけど失礼します。お腹張ってますね、うん、なんか水飲んだだけでもなんかポッコンって、はいはいはい、あこんなでしたっけ。なんかお腹が結構張りが強いですね。水っぱらっぽくなっちゃって最近。そうですね。やっぱまあストレスあるとね胃に来てこう胃腸に来るというかお腹が張ったり痛くなったりってよくあることですね。深呼吸するといいですよ。そうそう。なかなか呼吸って忘れちゃうんですけど、うん、意識しないんですけど、うん、1日3万回もするらしいんで、ね、嘘。そう、呼吸ってそう、なんかそのぐらいしてるらしいですけど、うん、浅くなりがちなんですよね、うん、ただでさえ、うん、だからストレスあるとなおさらなんで極力深呼吸を意識的に、うんうん、特にリラックスが必要な前、うん、ご飯食べる時とか、うん、あ、風呂入った時とか寝る時とか、うん、習慣づけて私も忘れちゃうんですけど、うん、なんかこう書いとくとかして目につくところにね、うん、とかなんか携帯でそういうちょっとメモ取っとくとかするとかして、うん、深呼吸するとすごくこう細胞に酸素が回りますから、うん、体のこう心身にいいので、ただだしすぐできるものなのでぜひ、はい、さっきの荒行とかなんかこうねお祓いとかもそうですけど、うん、結構グーッと息止めててバーッと吐くっていうようなことになるんですよね。ああいうことやると、うん、それで結構こう体に回るんですよね酸素が。今まで浅かった呼吸をしっかりすることによって意識がはっきりしたりとか、うんうん、体が元気になるっていう。ちょっとお辛いことになりますけど脇の方にていうか腕がもう上がんないですよ。すごいこう引っ張られる感がこうつかなくなっちゃってじゃないですか。ぎしゅみたいな。ででで。胸の筋肉が縮んでます。でやばい。
ピンピンですね。貼っちゃって。この付け根以外は気持ちいい。